皆さんこんにちは。最近スプラ更新のためにラクトを使って戦ってるんですけど、今回ですねパブロ4人に逃げてもらって、それは俺がラクトで倒すっていう遊びをやっていきたいと思います。ちょっと練習にもなるかなと、俺のスプラ更新の練習にもなるかなと思ったので、これでねパブロを倒していけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。行こう。もう鬼なので、私は。多分相当逃げてくると思うので、このラクトの角位置。パチューンってやつでね、これ、こうやってね。倒していく。あ、一人も倒したけど。あ、二人倒したよ。ほら、ラクトのこと舐めてんじゃないの、これ。むず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 
やったんですけど、意外と早く終わったので、2回戦目もやっていきたいと思います。はい、ということで、2回戦目、いきたいと思います。なんかやっぱみんな意外とラクトあんまり警戒していないのか、俺のぐるぐる、ね、周りぐるぐる回って、ちょっとなんか煽ろうとしてるだろう。これ、あ、逃げてた。ああ、いいよ、賢いよ。俺捕まえに行きますからね。よいしょ。なに、さっき、なんだ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 、今のは。あ、当たってる。あ、惜しい。この子倒せそう。なんだ、なんでか近くにいるの。うっとうしい、うっとうしい、うっとうしい。なんだったんだ、あれは。ほら。あー、むずい。あの帽子かぶってる子ね、当たんないんだよ、なんか、弾。みんななんかめっちゃ逃げてくれる。あー、惜しい、惜しい。当たんない。待って全然当たんない。待って、むずすぎ。うわー、パブロってことむずいんだ。倒すの。パブロって倒すのこんなむずいんだね。あー、むずすぎる。むずい。待って。あ、ラッキーラッキー。よいしょ。キャキャキャ、やった、一人、やっと一人だよ。やっと一人。ここいるね、ここいる。この子、イカロールとかで追って。あー、早い。あー、何、あー、ダメ。あ、イカなくなってる。ラッキー、二人目。ほら、あそこいるね。三人目倒しに行けます、三人目。あ、いるね。三人目はあの子を獲物にしよう。あの子が獲物だ。何？降りただと？待て。俺のカーリングで。近くまで行けるけど、なんか早いな、やっぱり。早いな。あ、そっち。よいしょ、オッケー。三人目、オッケー。パブロ！あー、やった！さっきより難しい。